Wi-Fi 情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんに役立つ情報を米の Wi-Fi 情報教育。はい、こんにちは、米です。昨今ではもはや水道、電気、ガスに次ぐ重要なライフラインとなったインターネット回線。ご視聴いただいた方の通信回線構築レベルを高め、皆さんの月額料金が安くなる手助けになるように本日も情報展開いたします。今回はどこよりも Wi-Fi 100GB 3080円についてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日、通信障害が発生したどんな時も Wi-Fi 問題ある対応で総務省からの行政指導が入り、10月31日無制限プランが終了していた。その他にも無制限使い放題って言ってる33社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。時代は月 100GB などの容量明記プランへと移り変わったのであった。今回はちょいちょい何かしら出してくるあの会社からの 100GB の新プランの発表です。ということで Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1. どこよりも Wi-Fi 100GB 3080円。 2. みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃん &YouTube まとめ。それでは行ってみましょう。 1. どこよりも Wi-Fi 100GB 3080円。以前アップした動画のコメント欄にてハートフルさんから情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。どこよりも Wi-Fi から12月14日に新しいプランが出たよとのこと。どこよりも Wi-Fi はちょいちょい何かしらやってきますね。見てみましょう。 100GB プラン縛りあり。どこよりもお得に業界最安値、月額3080円。どこにも Wi-Fi 縛りありを強調しているんですね。今までは 100GB 使い放題プランという 100GB なのか使い放題なのか、アルコール1杯飲み放題的な、焼肉1枚食べ放題的な、よくわからない日本語を強調していましたが、縛りありを強調する分にはいいですね。ただ相変わらず長時間の動画の閲覧やネット通話、 4K や HD での動画閲覧、オンラインゲームや大容量ファイルのダウンロードなどは制限の対象になる可能性がございますとの記載があるどこにも Wi-Fi。 HD720p で動画見ただけで制限とか、オンラインゲームダウンロードしただけで制限とか、厳しいな。あとは今までの経緯としては、8月に無制限使い放題プランを廃止し、例の 100GB 使い放題プランを開始、10月5日に 200GB プランを発表したと思ったら、翌日の6日に端末不具合のため申し込みを緊急停止いたしました。11月はどこにも感謝祭、500円割引キャンペーンで半年間のみ月額2680円でしたね。もちろん2年縛りでしたので、後ろの1年半は月額3180円。これまでのあらすじが長くなりましたが、それを踏まえて今回のプラン見ていきましょう。ダウン。もっと安く使いたい方に、どこにも Wi-Fi ならいつでもプラン変更可能なので、初めての方にもおすすめ。縛りなしプラン 100GB の場合、月額3780円。サービスに満足したら、縛りありプランにいつでもプラン変更可能。縛りありプラン 100GB の場合、月額3080円とのこと。今までは2年縛りで月額3180円だったので、100円引きということですね。少し良くなりましたね。手前味噌ですが、モナ Wi-Fi かける米の Wi-Fi 情報教育のコラボプラン、100GB 3180円縛りなしの方がおすすめです。100円しか変わらないからね。と、フラットな気持ちで良かれと思って提案していますが、またコメント欄で、結局お前も金目当てだろとか言われて傷つくのが嫌なので、概要欄に URL は載せません。興味がある方は勝手に探してください。クーポンコードは過去動画、専用クーポンあり、モナ Wi-Fi×米の Wi-Fi 情報局コラボに載せてるんで、これで文句ないでしょ。に、みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃん &YouTube まとめ。Wi-Fi の状況を正しく掴むには、お金もらって宣伝している YouTuber やボットツイートの情報ではなく、何の利害関係もなく情報発信している一般ユーザー、みんなの Wi-Fi 状況をさらっとまとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいので、お気をつけよう。情報源は Twitter とごちゃんと YouTube コメント欄。人生には山ほど情報があるので、ここずつで、昨日のモノランキング作るの大変だったな。それでは行ってみましょう。まずはツイッタードーン。ツイッター1、楽天モバイルくんは、有効エリアは徐々に増やしていってくれる感じでいいので、iPhone でもテザリングできるように頑張ってほしみ。ツイッター2、ん？なんか LINE の色変わった？と思ったら変わったっぽい。楽天モバイルのアプリがドピンクで、目がおかしくなったのかと思った。ツイッターさん、ドコモのアハモは良いコースだと思います。ただ、ドコモ回線はそれほどスピードは出ないというのが、僕の2年間のドコモの感想。特に大都市のターミナル駅は利用が集中するから、オンラインでの対応も落ち着いてやれば大丈夫。SIM カードという言葉ぐらい聞いたことがあるなら、GO だな。
Twitter4、アハモが3月からスタートなので、それまでに au は対抗プランを出すと考えてる。何も出さなかったらいよいよ21年間の関係に終止符を打つとは言っても、ドコモ回線にするつもりはない。ツイッター後、ドコモ品質と思われてたアハモの待機がめっちゃ悪いところまで想定。現場からは以上です。楽天にアハモに業界が活気づいていますね。続いて、以前アップした YouTube 動画のコメント欄から抜粋。いつもたくさんの情報ありがとうございます。ドン。 YouTube1 ミミさんから、 au はシェア2なので何かしら手を打ってくるとは思いますが、あのタイミングであのプランの発表会にゴーサインを出してしまう経営陣の空気の読めないところが痛いですよね。ソフトバンクは 5G で無制限プランを出すような動きもあるようですし、アハモは3月からなので慌てず様子見で良いかと。 YouTube に戦闘力マイナス53万さんから、今日のご飯はとんかつでした。最初で最後の GoTo のポイント利用でただ飯でした。え、ここは GoTo 情報局じゃなくて Wi-Fi 情報局だって？細けいことはいいんだよ。そして au のプランがなんだって？ああ、素人が見てもひどいってすぐわかるあれですね。YouTube さん、杉さんから、 au は時代の流行を取り入れただけですよ。自滅の刃。どうしたって。 YouTube4 としかつさんから、コメント採用ありがとうございます。 au 新 CM 新鮮で冴えた感じしますが、内容が家族4人もアマプラつけて何の意味があるのかとしか思えません。 YouTube5 朝木ミニスカートさんから、本当高めなドコモが安いプラン発表してるのに au は高いプラン発表してて何してるんだ、引くわ。現場からは以上です。 au の対アハモプランはこれからでしょうかね。続いて、ごちゃんの僕も契約している1年無料の楽天モバイルスレッドから抜粋。ドン。ごちゃん1、間違って楽天エリアじゃなかったのか。意外すぎて泣く。ごちゃんにドコモ潰れちゃう。ごちゃんさん、楽天はドコモのデータプラスみたいなサービスしてくれねえかな。音声しかないのはちょっと。ごちゃん4、少なくとも2980円という数字にインパクトがなくなってしまったのは事実。ごちゃん5、多くの人が無制限を求めてるのであれば優位だけど、実際は20ギガすら多いって感じだからな。現場からは以上です。20GB で足りるっていう方は統計データを参考にすると多いみたいですね。ということで、最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。どこよりも Wi-Fi 100GB 3080円。今までの対応とかプランとかスペックを見た感じだと、個人的には第一候補にはなりませんかね。あくまで個人的な意見ですので、あしからず。ということで、いつもご視聴、高評価、コメント、チャンネル登録、メンバーシップ登録までありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き情報をコンパクトに楽しくまとめて、皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。昨日作った買ったものランキング作るの大変でしたね。自分で買ったものを紹介するだけなので、新しい情報を調べる必要もないから簡単でしょう、ちょちょちょいでしょって思ったんですけど、情報をまとめるってすごい大変でしたね。深夜3時にやっとアップロードしましたよ。なので今日はすごく遅起きでしたね。だからなんだって話ですけどね。